タモリさんが新潟県のあの場所を大絶賛してくれました。パッケーフォあラあメーカーネーです。どうも、関田正人です。お願いします。<笑>目笑ってますか、僕。<laughs> コメントで目笑ってないって恐怖を感じたって方がいたんですけど、笑ってますか笑うように頑張ります。 さあ、今回なんですが、あの、タモリさんがですね、新潟県のとある場所に来て、ロケをしてくれましたで。いろんな話をしてくれてるというか、その僕自身もその番組見て、新潟県のあの場所ってそんなすごいんだってことを、改めてというか、初めて知ったんじゃないでしょうか。なので皆さんもよかったら、ちょっと見た感想をいろいろ話していくので、ご覧ください。お願いします。はい、今回ですね、タモリさんが、 ま、新潟に来たのは何の番組かというと、こちら。ブラタモリで来てくれたんです。はい、ブラタモリといえば、ま、あ本当にいろんな場所をね、行って、地形の話とか、すごいに、ニッチなマニアックな話。でも見ると面白いという番組です。新潟には佐渡と、あの、金山の話とか、あと、古町とかにもね、来てくれてましたけど、今回ですね。はい、こちら。糸井川市にやってまいりました。 すごいですね。タモリさんが糸井川に来てくれたんですよ。これめっちゃテンション上がりませんかはい。で、ちなみに、あの、2週にわたって糸井川でロケした模様がオンエアされてるんです。はい。1週目はこちら。フォッサマグナについて。はい。なんとなく糸井川、フォッサマグナで繋がってくるけど、なんのこっちゃっすよね。<laughs> なんのこっちゃじゃないですか。 で、もう一つはこちら。はい。糸井川市はこんなすごいとこなんだよっていう話で来てくれております。はい。まあ、ホッサマグナっていうものが何なんかっていうところも本当に難しいで。日本はどうできたっていうところのテーマで糸井川を中心にやってるんですけど。で、これ、もうめちゃめちゃ面白いんですけど、めちゃめちゃ難しかった。<laughs> ホッサマグナミュージアムすぐ行かなきゃって思った。 はい。で、一周目はだから、糸井川にいながら、こう、日本の成り立ちっていうのを学ぶ。だったんですね。で、今回二週目の方をちょっと中心にお話しさせていただきたいかなと思います。まあ、糸井川の本当の凄さを知っているか。はい。これをテーマに一周。これすごいっすね。もう、僕、全然知らないですもんね。本当の凄さっていうか、全く知らなかったんで、めちゃめちゃ勉強になりました。 まずですね、糸井川市の親知らずという場所からスタートです。はい。親知らずっていうね。あの、糸井川から最後、こう、富山県抜けるトンネルとかあるところです。もうすっごい難所。トンネル多いしっていう場所からスタート。ね。えタモリさんは中学校の時に知って、この親知らず、一度来てみたかったって。すごいっすね、タモさん。中学の時に親知らず知るんすか <laughs> で、えー、糸井川。 どうですかイメージみたいな話から。いや、糸井川はなかなか来ないだろうと。糸井川駅で降りたの5人だけだぞって。そんなこと言わないでくださいよ <laughs>。北陸新幹線ね。もうちょっと降りてんじゃないですか、まあ、時間帯にもよるかもしんないけど。いいところなんですよ、糸井川駅ね。はい、プラレールとか走ってったりとか。タモさん電車好きだから楽しいとこだったはずですよ、糸井川駅もね。で、え、親知らずの由来とかをね、こう、説明していくわけなんですよ。 崩れて、まあ、この北アルプスの隆起により岩盤がこう崩れていく流れがある。これなんでかっても全然説明できないですけど。<laughs> あのー、で、垂直にどん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 岩盤ができてくるから、親知らずってあんな断崖絶壁なんだよっていう。あのー、ちゃんと見たいっすね。親 <laughs> 知らずそんなすごいところなんだと思って。タモさんとかすごい興奮してたから行ってみたいなぁ。で、 実は、その、親知らずっていうのは、まあ、本当に、もう人が渡るのも大変な場所で、こう、ちっちゃくね、あのー、天望台みたいなとこから、おね、石が積まれた海岸みたいなのがちょこっとあるんですよ。それが実は昔の、加賀海道そのままなんですって。あそこを昔の人は渡ってた。前田家のお殿様とか、あと、松尾芭蕉 源義経、親鸞もそこを通ったっていう。もう歴史上の人物が通ってきた場所が未だに残ってる。で、江戸時代、これ親知らずの案内図っていうのがあるんですよね。この地図になってて。それを見ると、荒波。まあ、とにかく波すごいじゃないですか、日本海ね。その荒波をしのぐために、大穴、小穴っていう、ちょっとした穴、休憩所。あと、一の休みっていう。ね。 ちょっとここで休憩できますよってスポットがある。すごくないですか地図見っおもろいっすね。そんな厳しい場所だったんだ。はい。ここまでなんとなく分かっていただけたでしょうか最初がすごい難しかった。断崖絶壁だどうだとかね。あったんですけど、まあ、それはちょっとこう、調べていただける。ホッサマグナミュージアムとかなんかいろんなところに行くことが必要なのかなと思ったんですが、 この親知らずを着てに東西の文化が分かれたと。まあ、要はだん、ね、なかなか行くのが大変、行き来するのが。っていうところで文化が分かれると。で、富山県朝日町と糸魚川市の方が登場して、もう、たったかね、その20キロがしか離れてないのに文化が全然違うんだよっていうので、例えば、うどんに入れるもの。ね、東は揚げ玉。でも、富山の方は天かすっていう。関西より。で、豆油を入れるポリタンク。 これ知らなかったですけど、東は赤。ね、赤ですよね。でも西は青。富山の人は青なんですってもう。ね。で、例えば、人がいる。いるよね。西はおる。これも、糸井川と富山の朝にでも、もうそこで分かる。すごいですよね。いやー、親知らずだから本州の真ん中で、ここに、糸静線というのが通っている。ことで文化の違い。 が生まれたこれ地形が文化の違いを生んだんだと。だからこれ新潟県広いな糸井川と村上って思うけど、糸井川から東なんですよね、やっぱ。なるほどと。これは面白かった。<laughs> 断崖絶壁のところがちょっと頭ショートしそうでしたけど、この話で一気に僕みたいなもんでも理解できました。<laughs> さあ、続いてなんですが、糸井川市の市街地へタモさんが向かいます。 で、これ、実は、あの、砂丘の上に立つ家、なんていうのを紹介してて、で、糸魚川の凄ごさ、家の作りに秘密があるよというところから、その辺に立っている、ま、海岸沿いに立っている家は、こう、間口に比べて、海に向かって細長い家が昔立っている。で、なんでで、昔の地図、小地図を見ると、家と砂浜の権利、要はマイピーチを持ってる。その糸魚川の人たちは。 なんでマイビーチってすごくないですかで、これは、実は、この辺の人たち、塩を作ってた。なんですって。面白いですよね。塩を作ってた。このことが糸魚のすごさと関係があるんだよって。まだピンとこないですよね。ねで、ガ木通りを通ります。まあ、糸魚も雪降りますから、木がありますよね。で、ガ木があって、その下のとこは実は個人宅の土地なんだよ。そこを通っていいんだよ。 っていうふうにしてた。なんで岩牛を作る必要があったか。まあ当然雪が降るんですけど、さらには加賀街道ってとこで人が多く通るから、たくさんの人が通るから、その人たちに雪を避けてもらうために岩牛を作ってたんじゃないかと。いうことなんですね。そして、これね、糸井川と潮の関係。これ何なのって言ったら、潮の道っていうのがね、あるんです、糸井川には。 これはね、全く存じ上げなかったですけど、糸井川の方にとって当たり前なのかもしれませんが、実は糸井川から長野県の松本島で、道が昔から通ってた。これが潮の道。あの上水謙信が武田信玄に送った塩ね。敵人に塩を送ったと言われてる。潮を送るために使った道もこの潮の道なんですって。ね。で、潮の道はどこに作られていたかというと、 はい。糸井川静岡構造線沿いに作られていた。なんでそこに作るの断層になっているから、まあ、そのあたりは比較的なだらかな土地になりやすいから、そこに作って、で、その道のおかげで山の方の人には塩が運ばれない。逆に山の方の幸を海側の方に人に届けるという交流の場が作られたんだよと。すごくないですかね。 そういう潮の道が糸井川にはまで残ってる。で、親知らずっていうのは東西の文化を分けるような、まあ、文化を隔てる場所。でも潮の道は文化を作っていくものなんだと。で、この二つが一気に見れるのが糸井川。こんなことはなかなかない奇跡的な場所なんだよと。はい、行きたくなった。<laughs> 糸井川行きぜ。 まだまだ続くんですよ。もうすごいですね。糸井川祭りです。で、糸井川の凄さ。まあ、これも確かに取り上げなきゃなということで、糸井川市街地からちょっと離れた場所、山がある場所に行くと、白い石が、大きい石がね、川のところにあります。翡翠ですよ。はい。まあ、日本の国籍とも言われている翡翠これは日本一の産地、糸井川。これはね、僕らもなんとなく知ってる、知ってますよね。 で、筆を使ってペンダントを作る文化が生まれたっていうのは日本が発祥なんですって。で、糸井川で本格的に作られていた。縄文時代に。あ、なるほどね、と。さすが筆がね、産地だな、と。で、でも、なぜか不思議なことに筆がこの辺にある、糸井川にあるってことは昭和の初めまで知られなかった。そう。途中歴史の間筆水って全然出てこなくなるんですって。 謎ですよね。なんでそうなったかは未だに解明されずなんですけど、はい。なんで糸井が筆声がたくさん取れるのっていう説明。これ、断崖絶壁の時と一緒なんですけど、非常に、えー、マニアックな話で、ちょっと難しかったんで、僕が口ではちょっと説明できないです。<laughs> もう文字にすると、はい、こんな感じです。はい。 まあ、皆さんも調べていただきたいて。邪門ン,ンっていうのが関係してるそうです。ジャモン門ンが翡翠を包み込むように地下から地上にこう上がってくる。ですって。で、翡翠はもともと白っぽいんだけど、この邪門ン,ンに包まれることによって緑の成分加わるんだという。これだから不思議な関係なんですね。翡翠っていうのはね。この邪門ン,ンと翡翠の関係。なんですって。で、糸静線の近くっていうところで、こうね、 北アルプスという山々が隆起したように、この邪門岩も隆起しやすかったと。で、疾水が多く排出されて川に流れていって海に行く。運び屋邪門がありがとうという。難しいですね <laughs> <laughs> で。ちなみになんで疾水が一大産地にね、こう一魚がなったのかということですよ。まあ一大生産してるわけですよね、縄文時代には。 なんでなのかということで、長者河原遺跡というところに行きます。で、5000年前から翡翠のペンダントを加工していた場所なんじゃないかとして知られている。はい。で、この長者河原遺跡の場所は住む環境とにかくね、川沿いにあるから水、食料、手に入りやすい。で、海岸にも近いので海岸で、ね、翡翠を採集すると、まあ。とにかく住環境は良かったんだと言われています。で、翡翠は 光をかざすと緑色になります。この緑は自然の色ってのは緑。ね。植物とかいろんなものは緑だから、その美しさに感動したんじゃないかなんてタモリさんが言ってる。さすがなこと言うよね。<laughs> で、現代に残る一つの謎として、未完成のもの。これ翡翠の要はペンダントとかは全部未完成のものたくさんあるんだけど、完成したものって糸魚にないんですって。全国にあるのに。 これ作りかけ、失敗したものしかないのなんでなのか。ね。完成したものを大体プレゼントしてたんじゃないかと。ね。そのプレゼントしてたものがあるなら、見返りみたいなのがもらってないと変なんじゃないかと。ね。こう、物々交換じゃないけど、見つからないんですって。ね。人がいいんじゃねえかみたいな話してましたよ。だから、ペンなん、面白いですよね。糸井川には作りかけとかしかないっていう。 どういう政治になったのか聞いてみたいよね。さあ、長尺となりましたけども、今回ですね、ブラタモリで糸井川に来たタモリさん。ね、糸井川駅、僕含めて5人しか降りなかったけど、すごいとこでしたという。<laughs> 示されてましたけど。いやー、面白い場所なんですね。もう、ホッサマグナとかってなんとなく名前知ってる。翡翠もなんとなく知ってる。 それだけだったんで、めちゃくちゃ勉強になりましたね。でも、ま、ぱあの、糸魚川行ってみたいと思いました。はい、このように、また誰か出た時はね、報告しますよ。はい。なんで皆さんもお楽しみにしててください。そして、またたモリさん、新潟いろんな場所ありますんで、お待ちしております。さあ、それではまた次回でございます。ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。